こんにちは。皆さん、空心菜っていう野菜はご存知ですか？ここ数年で百貨店とか農産物の直売所なんかでも見かけるようになったと思うんですけれど、中国かな、どこから来たんやろ。実は簡単に種から育てることができて、一度植えると発芽して、もう夏の間ずっと切ってもまた成長してきて収穫し続けられる、とても便利な夏のお野菜です。炒め物なんかにしてもとっても美味しいので、今日はその種から育てた空心菜を収穫して美味しい炒め物を作りたいと思います。では早速収穫しに行きましょう。それでは今回も調理を進めていきたいと思います。まずは最初にオイスターソースと日本酒と砂糖を合わせた調味料を作っておきます。次に空心菜なんですが、葉と茎の硬さが全く異なるので、同時に炒めちゃうと茎が適度な柔らかさになる頃には葉の部分が炒まりすぎちゃってぐちゃぐちゃになっちゃうんですね。なので時間差をつけて炒めるために茎と葉を分けておきます。冒頭にも説明させていただいたんですが、園芸初心者の方にでも夏に一番おすすめなのがこのお野菜なんです。種などでは園菜っていう名前で販売されていると思うんですけれど、日本の夏って高温で多湿じゃないですか。この野菜はもともと湿地帯で育つ葉野菜で、しかも暑い時期にぐんぐん成長するんで、日本の夏にもぴったりなんですね。しかも成長が早いんで、ハサミなどで収穫したらまたその下の脇芽からたくさん新芽が伸びて成長するんですよ。梅雨明けや台風明けなどでスーパーのお野菜の品揃えが少なくなる時期にはとっても重宝します。しかもカットした枝を水につけておいたらすぐに根を出して土に植えることができるんですよ。プランターでのベランダ栽培でも簡単に育つので、ぜひ育ててみてください。ニンニクと唐辛子をカットしたら、まずはフライパンに油を敷いた後、ニンニクを入れて弱火で香りを抽出していきます。実は空心菜の炒め物ってラードで炒めるとめっちゃコクと甘みが出て美味しいんですが、ラードを常備されているご家庭ってあまり多くはないと思うので、今回はラードを使わずにコクのある炒め物に仕上げていきたいと思います。まずは茎の部分を炒めます。茎が少ししんなりしてきたら、葉の部分も投入します。ここで少しバターを入れてコクを出します。あっさりがお好みの方はなくても大丈夫です。全体にバターが馴染んだら合わせ調味料を入れて手早く絡めるように炒めます。仕上げにお好みでごま油を回し入れたら完成です。では早速いただきます。空心菜のシャキシャキ食感とニンニクとオイスターソースの旨味が絶妙に絡み合ってめちゃくちゃ美味しいです。ご飯にもビールにも合う至極の一品といった感じでしょうか。ということで今回は育てた空心菜を使った炒め物をシェアさせていただきました。チャンネルを気に入っていただければ、ぜひチャンネル登録といいねボタン、そしてコメントもじゃんじゃんいただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。